お前知らんが結構出てきたな。40ですよ。40？ うん。18からやって40。ちょっと厚めが綺麗にしてやらなくちゃ、美人でしょ。あね、まあね、向こうでね、本で売れてさ、こんな美人をさ、嫁にもらいたい人がいっぱい出てくるかもわかんないな。一心に悪いけど。既婚者ですよ。誰？私が。で、それでもほら、立ってつってさ、チャールズ皇太子から言われたらどうする？ちょっと考えます。考える、うん、父がやっておりました歌舞伎の女方の床山。床山っていうのはカツラを言う方の職業に就きました。18の時です。今81です。そういうものの役にあったようにしてます。武家社会で、武家の頭と、町人の頭と全く奥さんでも違う頭をしてますし、娘さんでも違う頭なんです。これがね、京都のさっき聞かれた京風の舞妓。いろんなカツラかぶしたんから、そしたら一番わかりいいでしょ。東京の芸者、その小気味だでいいや。これは泥棒の親分石川五右衛門。町人の道中する時のカツラは僕は作ってないで、床山の仕事だけしかやってません。カツラ屋さんっていうものは毛を植えたり台金を叩いたり栗を作ったりするのがカツラ屋さんで、床山っていうのはできたものを最後に仕上げるようなもんで、夫婦のような関係で、どっちか2つで1つっていう話のもんで。ついてたぶんないの？金子打ってくれてピッタッとお前膨らんでよ。それでこれで寸法を決めて、でレミゼみたいにね、台金使っちゃいけないとか言っちゃいけないとか。これカツラに見えねえんだよこれね。まずみに消すのこれかな。こういう具合になってできるわけ。美人でしょ。3つこうあると、男はこう男の人の強さみたいな、こう脇が生えがってるようにして、女はこの富士みたいがこうあって、富士山のあれみたいにこう見ると富士山みたいでしょ。でこれでぴったり動かないよ。でこういうふうに毛を通してこれに貼り付けて作り上げていく。でそれをさっきの台に合わせたやつに貼り付ける。これで癖を直して、油、透き油っていうの、油をつけて、持っといて紙でできて、持っといって言うんです。元っていう字は元っていう字で、言うっていう字。これ透き油ってね、ろをいろいろ伝えれて、日本髪を言うときに必要な、全部毛でできたやつをさっきのろうの硬いやつで固めて作るんです、形に。床山さんの言うヘアスタイルもいろいろ覚えなきゃならないんで、20年ぐらいやらないと一人前になかなかならない。